皆さんこんばんは、まゆです。今回は新しいプエラリアのサプリメントを試し、はい、ということで今回紹介させていただくプエラリアのサプリメントはこちら。はい、私これね、自分で包帯をここに巻いてるんですけど、なぜかっていうと、ちらまあね、実際にここはもうアバタケラブラして、あ、間違えた。手ぶらでね、ちゃんと大事な部分、ニップのところは隠されているんですけど、まあ一応 YouTube なのでね、広告剥がされるとまずいなと思ったんで、こっちと隠してあります。99粒入り、1日の目安1粒ということで、前回のドクタープエラリアと違って、これは1日1錠ずつ、飲んでくださいということです。1日1錠だから99日分あるってことだね。99粒だからね。値段は2400円程度で買えましたかね、Amazon で。で、まあこれもまたね、繰り返しになるんですけど、プエラリアとは指定成分等含有食品です。指定成分等とは、食品衛生上の危害を発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分またはものです。なので注意して取らないといけないサプリメントですよっていうことなので、甘い考えでとか興味本位でとか、ちょっと手軽に始めちゃおうかなって思う人はちょっと注意してくださいということで、まあ箱から取り出すとこういうパウチになってます。でこれをこう切って、99粒あるんだね。粒は本当ドクタープエラリアの時と似たような粒ですね。でもやっぱりこの間の方が安心して始められるかな。すごい説明も丁寧だったし、まあだけど、まあこういうこんなね、これですよ、これ。もうこれ明らかにこれバストアップのサプリですよっていうぐらいのパッケージなんで、バストアップを期待できるんじゃないかなって思っちゃうよね。ということで、まあこれ99粒で1日の目安1粒なんで、まあ、3ヶ月程度これを使用することになるのかな。なので、またこれ使用して3ヶ月後、またちょっと気づいたことあったり、変化があったら動画にしたいと思いますので、チェックよろしくお願いします。チャンネル登録してからベルマーク通知しとくと、動画が上がったの分かりやすいと思うので、ぜひお願いします。ということで今回から始めてみたいと思います。あ、で一応プエラリアはまあね、さっきも言ったけど指定成分等含有食品なので、興味本位で始めてみよう、女装の延長線でもっと可愛くなるから、もっと可愛くなるかもしれないからやってみようとか、あと1日の目安量1粒だけど、ちょっと効果を期待して容量用法を守らず使ってみようとかいうのは、本当に皆さん気をつけてくださいね。まあ女性の方だったら不正出血だったりとか、男性の方だったら男性不妊症にもなる可能性もある、ちょっと危険っていうか、まあちょっと注意して飲まないといけないプエラリアなので、本当プエラリア舐めんなよ、プエラリア舐めてたらな、プエラリア、プエラリアっと。ということで、お楽しみにということで、今回はこの辺で終わります。私は同ジャンルで天下取りたいなと思っている元男の子インフルエンサーなので、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。 Twitter、Instagram、TikTok やってます。ぜひフォローの方よろしくお願いします。概要欄にゲームチャンネルと謎のチャンネルがあるので、ぜひ見るためにつないということで終わります。1、2、3、4、5、いい夜を。